ちは、なりわでございます。本日はちょっと私が注文したものが届きましたので、ね、開封をね、していきたいと思います。今回頼んだものはですね、たまたまインターネットを見ていましたら、あそこにね、お試しの何でしょう、新鮮なお野菜という詰め合わせセットみたいなのがあったので、初回でね、結構ねお得な金額だったので、頼んでみました。これ一箱いろんなものが入っておりまして、大地を守る会と出ておりますけれど、はい、こちらの方でね頼んだんですが、1980円でございました。で、私自宅まで届けていただいて着払いにしてましたので、着払いの手数料を含めて2310円ということでございます。では早速、もうねちょっと時間短縮のためにね、ちょっとテープのところだけカットしておりまして、まだ中身は見ておりません。そのね、1980円の中身どんなものかをね、ちょっとね、これからね開けて見ていきたいと思いますね。ではまずこちらへ置きまして、はい、よいしょ。まあ冷たい。来る宅急便で届いたからでしょうかね。冷たい。パンフレットが入っておりますね。それと届けてもらったものの一覧表みたいなのが出ておりますね。何種類届いたんでしょうかね。それとお料理方法も出ておりますね。13種類プラスプレゼントが1品入っておりますね。こういった感じですね。では一品一品ね、ちょっとね中身をね確認していきたいと思います。まず、はい、ほうれん草ですね、はい、ほうれん草、新鮮野菜茨城県産ということでね、はい、ほうれん草でございますね。まずそれからこれキャベツかな、ちょっと待ってください。小松菜、ほうれん草じゃなくて小松菜でしたね。味の濃さが自慢の小松菜ということですね。有機堆肥と炭を使った畑は、微生物の働きが盛んで、甘み濃い小松菜が取れます。200g だそうですね。これ 200g の小松菜ですね。でそれから、その次が、これかな。よいしょ。はい、キャベツでございますね。キャベツ半分。なんか虫が食ったような跡がありますので、本当無農薬なんでしょうね。虫が食ったような、ぎっしり詰まっておりますね。天家グループ、愛知県。これ愛知県産なんですね。ぎっしりの葉と甘い芯の重量感。確かにぎっしり、すごく重いですね。これ見てください。ぎっしり詰まっておりますね。はい、三河の潮風キャベツということで、潮風で気温が下がるため寒さで凍らないように糖分を蓄えながらじっくり育ちます。2分の1個だからギュッとしてるんですね。次が、こちらですね、はい、菜の花でございますね。ほろ苦い甘みがやみつきということで菜の花でございます。こちらは特有のほろ苦さがあり、軸は寒さが当たって甘みがあります。今がおすすめのお野菜、150g ですね。その次がこれかな、これかな、そうですね、はい、ホクホクの金井さんの男爵ということで、じゃがいもですね、2個入って2年以上熟成させた堆肥で栽培、濃厚な甘み
を楽しむシンプルなポテトサラダがおすすめということで、 300g ということで2個ですね。はい、じゃがいも。その次が、はい、うわいや、ちょっとくっついてる、他のとよいしょ。はい、でっかいさつまいもですね。紅はるかという種類みたいですね。貯蓄で、貯蔵で甘さ最高潮、紅はるか。収穫後2ヶ月間の貯蔵で甘さとねっとり、食感を引き出しています。シンプルな焼き芋がおすすめということですね。はい、紅はるかですね。その次が、あ、こちらですね。はい、ミニトマト、アイコですね。ミニトマトのアイコ、完熟甘み濃縮の天然ジュレアイコ、長細型ミニトマトということですね。いちいち読んでたら時間が経ちますので、次行きたいと思います。次が、あ、みかんですね。はい、ポンカンですね。ポンカンが2個入っておりますね。甘み、コク、ジュース、ジューシーな果物、果肉で、達人、なんだこれ、羽村郁夫さんのポンカンということで2個入っておりました。はい、その次が、はい、リンゴでございますね。はい、リンゴ、これは青森の太陽が育んだ甘み、富士ですね。リンゴの富士が1個入っております。そして、おお、肉が入ってるんですね。おお、はい、だから用冷蔵なんですね。豚肉、さらりと甘みのある脂身、大地うま濃い豚スライスということでございますね。豚肉が 150g でございます。はい、その次が、お、これはこれかな、あ、こちらですね。はい、卵ですね。濃厚な味わい、平飼い卵ということで6個入ってるんでしょうかね。6個入りということで、卵、ちょっと待ちくださいね。これはもうすぐ後でね、冷蔵しないといけないですね。用冷蔵ですね。はい、まあ、ご丁寧な、ね、囲った上にさらにプチプチで、はい、あ、美味しそうな卵、はい、卵6個入りですね。はい、そして次が、あら、お豆腐だわ、すごい。はい、お豆腐でございますね。はい、これふくよかな大豆の風味、金泉豆腐ということでございますね。こちら 300g でございます。そして豆腐と混ぜるだけ簡単白あえ、ひじきが入っておりますね。こちら、ごまが香る便利アイテム、簡単白あえひじきということでございますね。はい、それから、はい、マヨネーズ、平飼い卵のマヨネーズ、平飼いで育てた健康な鶏の卵と圧搾一番絞り菜種油を使い、コクのある純米酢でさっぱりと仕上げましたということで、はい、マヨネーズですね。こちら 300g でございます。以上が届いた品物で、一つプレゼントが入っておりました。はい、チョコレートチョコですね。オレンジの、あ、よかった、私オレンジが好きなのでオレンジのチョコですね。有機チョコレート菓子で、どこで、これはダークチョコレート、3個、11g が3個小が入っておりますね。これ輸入品、アメリカのチョコのようでございますね。はい、これがおまけでついてきました。以上、こうね、届いたものの、はい、もうこちら空になりましたので、これ全部ね、冷蔵庫にこれからね、詰めていきたいと思いますね。ではでは、本日はこんな感じでね、ワンパック1980円の品がこれだけ、これ安いですよね。こんだけあって1980円ならいいですよね。出来たてのものをね、送ってくださっているの で料理の仕方がね、このように出ておりますね。はい、
いいですね。あ、アイコのパンコントマテ、あ、これ私好きなんですよね、パンコントマテね。また買ってきてやろうかなと思いますね。はい、ということで本日は、私がね、注文しましたお野菜、のねセットを、これ大地を守る会というところから購入したものでございます。これ定期便もあるみたいですね。私はもう1回だけで、ちょっとお試しで、頼んでみてね、引き続き頼むかどうかはまたちょっとね、わかりませんけれど、とりあえず1回頼んでみたかったんですね。ということで本日はお野菜のね詰め合わせを購入して紹介させていただきました。いつもおなりはの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりはでございました。では。